はい、宮脇チャンネルカッコマリマガ版、ドドーンと始まりますが、今回もしかしたら一般公開に切り替えるかもしれません。今回本編の方で、令和2年2月3日に配信した通常の宮脇チャンネルカッコ仮の方で、こちらの江崎道夫先生のコミンテルの謀略と日本の敗戦という本を紹介しました。この本、私大変感銘を受けた本でございます。なぜか日本の歴史というか、まあ、大体その国の歴史というのは連続しているんですね。まあ、例えばさっきの体制で日本は負けましたが、だからといって全ての日本国民が亡くなったわけではなく、全ての歴史が破壊されたわけではなく、連続していく。ところが戦後の日本は急にこう左旋回をしていく。GHQ の、まあ、洗脳というかですね、ウォーギルトインフォメーションプログラムなどもありましたし、日教祖の、まあ、いわゆる子どもたちの洗脳みたいなこともありましたが、それだけではなく、なぜそちらのこちら側にこう舵を切ったのかが謎だったのが、この江崎道夫先生の本によると、戦前戦中、当時比較的新しい考え方だった社会主義、これに傾倒したインテリ層を、当時の、まあ、中央にいた右翼全体主義者たちが徹底的に弾圧してしまった。この弾圧によってこの左側に傾いたというか、この人たちが地下に潜ったり先鋭化していって、それが戦後、まあ、中央に戻ってきたことによって、なんつうんでしょうね、復讐戦を始めた、まあ、ざっくりと言うとそのようなことが指摘されております。で、だから私が是々非をとても気をつけるのは、そういった徹底的な弾圧や攻撃というのはいらぬ恨みを買う、いらぬ恨みを買ってしまうので、そこはね、まあ、なんつうでしょう、日本人的なその武士の情け的な、その最後のとどめは刺さないというのも必要なんじゃないかなということから、私は是々非々で、それぞれの論はそれぞれの論として受け止めて、見逃すところは見逃しております。ところが近頃、このネットの言論空間でも、それはもともとこちら側の、まあ、左側の人たちというのはそういう傾向がありましたが、今なんだか愛国者の中にも自分の考え方以外は認めないという人たちがちらほらと現れております。私はこれを大変危惧しております。ようやく芽生えかけた保守派というか、日本の真っ当な言論空間、これが、その日本の真っ当な言論空間をリードしてきたはずの言論人たちが、まあちょっと、いささか過剰に走って破壊しかねないのではないかなという危惧があります。そしてこの危機感持ってんの、ここではお名前を出せませんが、私だけではありません。とある著名人も全く同じ感想を持っております。ただし我々は真っ当な自分のことを真っ当なというのも変な話なんですが、普通に是々非々でものを捉えることができる側の人間からすると、その過剰に走っていることもその人の意見論だということで、それについて何かを言うことについてのためらいがやっぱりあるんですね。だから逆にその自分の考えを声高に叫ばれる方たちの意見の声の方が強くなってしまう傾向がある。これもまた、私は危惧しており、それはまさしくこの江崎道夫先生の、書かれたコミンテルンの謀略と日本の敗戦で指摘されている状況にとても似ている。これを危惧する今日この頃でございます。なお今回の本編は最後の最後までふざけております。それでは本編でお会いしましょう。バイバイ。